ございます。あ、こんばんはですね、すみません間違えました。こんばんは。4月26日火曜日、時刻は19時30分を回りました。 C-WAVE 千住でクロスエンタメライブの時間となりました。 MC は豆腐のように幸せでありたいヒロ豆腐こと川田ひろ子でお送りいたします。イエイはい、本日私一人の MC ということなんですけれども、今日はですね、本当は高崎さんが一緒に MC を、やる予定だったんですけれども、急遽体調を崩してしまってですね、私一人の MC ということになりました。そうなんだよね。そうなんです。いや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 、もう大変ですよ。大変、ね、高崎さんもちょっとね具合悪くなっちゃって、ねね、早くね、あの、直していただきたいと思います。そうですね、早く体調良くなるように。そうですね、頑張ってください。頑張ってくださいということですいません、あの、一人と、MC おっしゃっていましたが、あ、急遽また入っちゃいました。ようこそありがとうございますまさかのお迎えありがとうございます天の声やってます、はい、ステイジーでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はまあね、はい、あの、一人だと心細いのか、果たして私が、あの、出てきちっと出るか今日と出るか分かりませんけど、ね、楽しみにしております。はい、頑張っていきたいと思いますが、はい、まあでもそれこそね、本当に高崎さんもちょっと大変な感じになっちゃってますけども、うん、世間ではね、あの、熊本県の地震も ね、うん、ちょうど起きてしまってから12日ぐらい経っちゃ、10日間ぐらい以上は経っているというところで、まだまだね、本当に大変な思いをされている、方がいっぱいいらっしゃると思うんですけどもね、はい、こういう時なかなか、なんですか、自分たちが、声を出して言えることっていうのがなかなか言葉見つからないですよね。そうですね、難しい。難しいですよね。だからなかなか取り上げ、ていいものかどうかっていうのもちょっと判断しかねるんですけども、まあ、とにかくね、本当に、早くね、普段の生活に、そうですね、戻れますように、はい、心から祈ってますので、はい、皆さんよろしくお願いしますということで、はい、はい、よろしくお願いいたします。さて、じゃあ、ね、はい、この番組は頑張って、ね、この、まあ、一人半ですかで、いきたいと思いますけども、はい、じゃあ、あの、それでは、ね、この番組はですね、普段、メディアで活動、活躍されているアーティストを紹介するという番組でございます。はい、さあ、果たして今夜のゲストはどなたなんでしょうか。はい、今夜のゲストはチェリッシュさんです。アメリカ人と日本人のハーフで、英語と日本語を使いこなすバイリンガル。16歳の頃からシンガーソングライターとして本格的に音楽活動を始める。彼女の作る楽曲は感情あふれる歌声をアコースティックなサウンドに乗せて、安らぎと情熱を感じ、聴く人たちに感動と喜びを与えてくれるというアーティストさんです。ということですよね。ということで、はい、じゃあ、あの、早速お呼びしましょうかね。はい、じゃあ紹介してください。はい、ではご紹介いたします。今回のゲスト、チェリッシュさんです。どうぞどうぞ。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、とっても素敵なスタイリッシュなお方で、ね、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、まあ、それでは早速あれですね、歌の方をやっていただきましょうか ね、 そうですね。はい、それではよろしくお願いいたします。
I keep on falling in and out of love with you. I never loved someone the way that I love you. I never felt this way. How do you give me so much pleasure and cause me so much pain? And just when I think I'm taking more than what a fool, I start falling back in love with you. And I keep on falling in and out of love with you. And I never loved someone the way that I love you. Now I'm falling. こんばんは、皆さん、チェリッシュです。よろしくお願いします。Thank you so much for having me today. Hi, my name is Cherish and 千葉から来ました。千葉に住んでます。で、This is Naoto. Naoto です。Hello, こんにちは。こんばんは、皆さん。はい、今の曲は Falling, Alicia Keys の Falling を歌いました。で、次の曲は、10代の時によくお兄さんと路上ライブで歌ってたお兄さんが書いた曲です。Changed というラブソングです。どうぞ聴いてください。
you changed me so. You hear my heart when the words don't seem to flow. I'm walking on air. Your love has put me there. I couldn't repay you, but I swear you can quote me on every word that I say. I'll never leave you now that you changed me. Take it now, though. の曲は、この前六本木のリアルディバーズ、リアルディバーズ、yes. はい。で、最近たまに演奏ライブ、リアルディバーズで、はい、毎月第3月曜日になんかイベントやってるらしくて、はい、そこでたまに僕とチェリッシュも行ってますし、で僕もなんか他のシンガーと組んでいて、そこでライブなんかたまたま一緒にやってたんですよね。で今からやる曲はそれと、あの時チェリッシュとじゃなかったけどその違うシンガーと一緒に、はい、とやった曲で、もう一人のシンガーでラブロッコリーですよね。そうそうそう、グループ名がラブロッコリーって言うんですけど、マイケル・ジャクソンの「デン」という曲、この前聴かせていただいたのですごく良かったので感動しまして、それで今日その曲を歌おうと思いました。はい、「デン」です。I used to say, I am me.
Now it's us. Now it's us. Now it's we. Ben, most people would turn you away. I don't listen to a word they say. They don't see you as I do. I wish they would try to. I'm sure they'd think again if they had a friend like Ben. L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 ike Ben. Thank you. 少し失敗しました ちょっとね、歌詞がねすいません。大丈夫、誰も英語わかんないから、はい、頑張りました。初めてこの曲ライブで歌ってちょっと練習が足りなかったからすいません。はい、ベンでした。はい、あ、次の曲は最近、あ、最近歌を少し書いてまして、で次の曲は最近、つい最近書いた曲になります。Butterflies という曲です。蝶々ですね、ラブソングで、まあ、なんて言うんだろうね。Can you help me, Naoto? OK, so Naoto が通訳してくれるから。そう、この曲は、まあ、大好きな人がいて、で、あんまり一緒にいる時間が、So you don't know how long you're gonna be together. You might not be together for very long. なんか恋愛って不安定だから、うん、どれくらい一緒にいられるか分かんないし、うん、何が起こるか分かんない世界なので、ね、その愛は、まあ、その恋っていうのは蝶々みたいで、まあ、本当に素敵、美しくて、でも、まあ、すぐどっかに飛んじゃうかもしれないし、すぐ死んじゃうかもしれないし、まあ、英語で言う、なんか誰かが大好きな時は英語で言うと、なんかお腹の中に蝶々が飛んでる気持ち、それ、まあ、愛の気持ちは蝶々みたいだから、まあ、この曲はそういう気持ちについての曲です、はい、一緒にいる時間を大事にしたい、宝物という感じすいません、はい、そういう感じです。はい、Butterflies、 どうぞ聴いてください。
eyes open wide. I'll travel back and visit often in my mind. Forever's far too much to ask, and we can only love today. So flutter gentle butterfly until you fly away. Treasure this, your arms, your kiss. Soon enough, this will all just be a memory. Time carries us like tidal waves, pulling out to sea. Hold on to me, hold on to me. Soon enough, this will all just be a memory. I'll treasure you, so treasure me. Won't you hold on to me? Hold on to me. Won't you hold on to me? Hold on to me. This song is so nice. Oh, thank you. この曲をすごく好き。Thank you, Naoto. 本当に。はい。まあ今ギター練習してまして、そのうちギターで弾いて、まあこの曲、さっきの曲をライブで一人で歌ってみたいと思います。でそのうち、まあそのうち CD も作りたいと思います。オリジナルでこの曲、really? さっきの曲。入れたいと思います。Yeah, I want to. はい、じゃあ最後の曲になります。ああ、今日は聞いてくれて、最後まで聞いてくれてありがとうございました。本当にありがとうございました。Thank you very much. 最後の曲は私の15歳ぐらいの時に書いた曲です。何年前？初めて書いた曲 かもしれない。何年前？今26だからちょっと11 years 11年前はい、この曲を またラブソングになりますラブソングばっかりですいません With you tonight 今 okay. So また好きな人がいて遠いところにいるけど、まあ、心の中では一緒にいる遠いけど、まあ、気持ちは一緒遠距離の、ね、の恋愛の曲だね。そうそうそう、そう遠くにいるけどまだ心の中にいるよっていう。そうそうそう、そういう曲です。With you tonight。
it's been forever in a way. But I can still feel you so close, as if it were today. The warmth of your hands cradling my face, and the feeling like I never wanna leave this place. You can see me, baby, but I'm with you tonight. And even though it's your arms around you, I'm holding you tight. I love you, and everything's gonna be alright, because I'm with you tonight. And I can almost hear the beating of your heart as I lay with eyes wide open in the dark. It's funny how love can take me to where you are, even though we be miles and miles apart. You can see me, baby, but I'm with you tonight. Even though it's your arms around you, I'm holding you tight. I love you, and everything's gonna be alright, because I'm with you tonight. ありがとうございました。Thank you very much. ありがとうございます。Thank you, Naoto. はい、ありがとうございました。すごく感動しました。本当にありがとうございます。はい、この後トークに行きたいと思いますが、その前にここでノアの PV をご覧いただきます。どうぞ。今君のいない空見上げて語りかけて、明日のことなんて
誰にもわからない昨日を悔やんでみたり明日に夢見る僕の未来なんて誰にも見えない、いつどんなことが起きるかもしれない、当たり前の日々のようで、この星も呼吸している生きている今君のいない空見上げて君の分も生きてゆこう。時代は巡るけど薄れないものがある、新しいもの古いものをなくせないものがある、あの日のこと伝えながらこの星と共にしていく、行こう。
小野光平と申します。27年になります。静岡県の伊東市、勤務し7年ですね。田舎に帰って、静岡県の田舎に帰って、向こうで開業したい、開業するってだけの目標で帰って成功するかっていう不安もあるんですけども、まあ、何かしらもっと大きなビジョンを持っていきたいなって思いはずっと思っています。森坂よし子です。介護系をやりたくてここに入ってきて、入社してから1年でデイサービスができたんですけども、現場責任者をさせていただいてまして、キャンは自分のやりたいことをすごく尊重してさせていただける会社なので、福祉系以外の医療系の資格が取りたいなと、そういった資格を取って、まあ、ここで生かせていけたらなと思ってます。名前は舞田純と申します。出身は青森県の十和田市。今これを見てくれている森の方は、僕は1年生の人たちかな、もしかしたら僕はその時3年生でっていう感じ。他の会社と違ったところがあるんですけど、開業支援してくれるっていうのを割と前面に出してくれてたんですね。東京でまあ勉強することもできるし、それのノウハウをまた自分の故郷とかに持ち帰ってやることもできるっていう。この番組は人と人を笑顔でつなぐ千字でクロスなお送りしております。提供は町に元気を与える教育・医療・介護の株式会社キャンでお送りいたします。この番組は株式会社キャン、ネット放送局 C ウェーブ7階ブースからお送りしております。この番組では皆様のメッセージを受け付けております。千住アットマークシーウェーブドット JP までメールしてください。はい、ということで改めましてこんばんは。こんばんは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あ、もうとてもすごい素晴らしい歌声ですごい感動して泣きそうになってしまってありがとうございます、はい、なんかスローの曲ばかりでなんかすいません、いや、あと英語ばかりでなんかすいませんそうですね、ちょっと英語ちょっとあんまりよくわからなくてもう雰囲気だけで、あとその歌の説明とかで、あ、こういう気持ちで歌われているんだなとか本当にいろいろ考えてでイメージして、ありがとうございます、はい、もう素晴らしい、もう声の歌がバタフライが本当に、うん、なんか声は不安定でもうすごい共感しそうだよな、本当に最近書いた曲でそうなんですね、はい、いつ頃書かれたんですか、はい、バタフライはいつ頃、あ、いつ頃なんだろう、2月に、はい、あ、本当に最近なんですね、はいはい、へー、素晴らしい、そうだったんですね、いや、すごいですよね、本当にものすごいもうジャジーな感じで、まあでもあれなんですよね、うん、ライブやってると本当にこのお二人のこのライブをやりながらのコミュニケーションの取り方というかさ、ものすごいフレンドリーな感じがね、いいですよね、はい、直人といいんだか悪いんだか、昔からの知り合いなんで結構僕が14歳くらいの時、はい、なんかチェリッシュの家に遊びに行ったんですよ、うん、でチェリッシュの家でなんかプロデューサーでなんかピアノがすごく上手で、うん、ファンクのピアノがすごく上手な先生がそこに、うん、いたんですよ、近くに。でその人の下で学ぶためにピアノを学びに行くってチェリッシュのところ遊びに行って、路上ライブとか一緒に参加させてもらって、そこで、うん、だからすごくもうピアノ始めたばっかりの頃一緒にやってたんですよ、10代の時に、はい、でそんな昔から、うん、昔からはい、すごい、じゃあ今もお二人で活動なされてるんですか。結構たまに、たまに1ヶ月に1回やるかやんないかですね。そうなんですね、はい、直人が弾いてくれるとすごくラッキーでトークも手伝ってくれるんで、ね、トークはちょっと得意じゃないんで英語の方が上手なんで。そうなんですね、はい、
直人さんはご自身で先ほどバンド活動などもたくさんされているみたいなんですけれども、バンドでたまになんかセッションピアニストとして弾いてるんですけれども、今なんか最近作ったグループなんですけど、僕 の彼女と一緒にピアノとボーカルで今活動してるんですけど、なんか始めたばっかりなんですけど、ラブロッコリーっていう、ラブロッコリー、なんか可愛らしい、なんか今彼女って言ったらなんか目がキラキラして可愛かった、すごく今日初めて見る顔ですね、なんかラブロッコリー言った時もなんか目がキラキラして可愛かったこんな小さい目でキラが見えるちょっとアップしようかねでもそう、で次回のこのリアルリバーズ、次は5月の16日なんですけど、そこでも僕とチェリッシュとラブロッコリー、僕とさやかっていうんですけれども、僕と僕の彼女がライブをしますので、結構日本人の方なので日本語の曲とか英語ばっかりじゃなくて、英語ばっかりじゃなくて、でもあれですよね、ナオトさんもどちらかというと発音がなんかアメリカンテイスティーな、ああそう、まあね、感じますよね、18歳ぐらいまで全然日本語は話せなかったんですよ、まあ、話せたけどこんにちはこんばんはぐらいで、あ挨拶ぐらい、で、不思議な不思議なんですよね、喋ったら話せるようになったって感じです、あんまり、まあ、勉強したけど、勉強じゃない、仕事してしながら、そうだね、仕事しながらバンドやりながらなんか身についた日本語なので、ちなみにお仕事っていうのはなんか音楽関係の仕事とかじゃないんですか、今は実は1年前ぐらい音楽、8年間ぐらいやってたバンド、はいはいはい、が解散しちゃったんですよ、あなるほど、そうなんですね、でその後ちょっと音楽1年間ぐらい休んだんですよね、その間にちょっと就職して、はいはい、でまだそこで働いてるんですけど、働きながら音楽活動やってる感じで、でも言っても直人さん若いんですよね、そうですね、これさっきほど年聞いたらびっくりしちゃって、はい、ねえ23です、若いな、若い、私の2つ目、ね、なんと、まあまあ、若い、まあまあね、かわちゃんも若いけどさそれ言っちゃったらそうだけど、いやほらなんかほらピアノの感じとかさ、聞いてるとものすごいなんか ベテランのピアニストみたいな感じの雰囲気も漂わしてるからさ、遊び心もあって、全然ベテランじゃないですよその辺はやっぱこれから、ね、これからもっとすごくなる、これからね、もうそれ多いですよ、でもね本当にすごいなと思いますし、やっぱり先ほど言った師匠のとついて回ったりとかしたんですか、その実際はあんまりなかったです、結構独学で、そうなんです、なんか学びに行ったんですけど、じゃあ一緒に路上ライブしてきてって感じで殴られたような感じ結局レッスンとかあんまりなくて、無茶ぶりで、でも、まあ、ライブの経験が一番いいんじゃないかなと思います、あでもそれはそうですよね、確かに、理にかなってますよね、で実際本当に素晴らしいピアノを弾いていただいてね、ありがとうございます、チェリスさんも本当安心して歌ってる感じがものすごく出てたんで、ね、2人でずっとやってるのかなと思っちゃってね、わきあいあいと、ね、結構すごい仲いいな、リラックスしてなんか、まあ、曲もゆっくりでしたしね、うん、本当はロック歌いたいんでしょ、今日の曲 は、ね、バラードばっかりで、でも本当はそうロックロックとか、いやそうなんですね、いやそう、先ほど資料見せていただいたらかなりのその音楽の好きな音楽多種多様ですよね、もうポップロック、最近大好きなバンドはパラモアっていうので、はいはいはい、これどこのバンドなんですか、どこのバンド、アメリカのバンドなんですね、女性のボーカルでロックの、ロックの、はいはいはい、ポップロックかな、ま、まあポップロックだね、いろんなジャンルが、なるほど、本当はそういうなんかだってオルタナバンドでギャーなんか、ね、大きい音でなんかすごいアップテンポの曲とか歌いたいなと思ってこういうのも楽しいですね、あ全然、じゃあだから聴いた感じとその好きな音楽っていう、まあもちろんねそんな歌も歌ってらっしゃるんでしょうけどもね、なんかパンクも好きだってね、あ、はい、書いてますよね、すごいと思って、すごい聴いてみたいです本当に歌いたい
ていただきたい、ね、はい、で私の手元にですね、あのチェリッシュさん の, あのプロフィールがあるんですけれども、ね、うん、あの特技の欄にあの和太鼓って書かれてるんですけれども、はい、和太鼓はあのいつからなんかやってる、はい、10歳の時から、はい、千葉 の,、ま、あの私の住んでた場所、若宮っていうあのところで、はい、近所の祭りとか夏祭りとかで、夏祭りでもう叩いて、はい、ま、あの毎年毎年、毎年そう叩いてました。そうなんですね。え、わかんない、千葉ですか？千葉の市原、うん、いやっていうか、いや思ったのがほら発音とさ千葉っていうのがちょっとピンとこなくてね、面白いなと思ったんですけど、ね、ずっと日本にじゃあいらっしゃるんですね。はい、日本で生まれて、はいはい、インターナショナルスクールで、はい、勉強して、ま、ま、子供の時は日本語できなかったですね、英語ばかりで、そう、周りの、そう、家族と友達とかみんな英語、はい、英語で会話してました、みんな。ご自身でたくさん勉強されて、でもう日本語も、あ、勉強はあんまりしてない、もっと勉強してすればいい、そうそう、ね、今日はまあ、うん、ファミリーレストランでアルバイトして、まあ、少し日本語が上手なんで、そしてあと、あと、まあ、路上ライブとかで演奏したり、少しだけ喋るように なったんですけど、まだこんな感じで。ね、だから全然ほらな、海外からなんか来たばかりのようなイメージだったんで、うん、とか思って、なかなか面白いですね。なかなか変わってる。もう住んでいらっしゃるところもアメリカとかではなくて、ずっと千葉ですね。千葉でした、千葉でした、はい。すごい、そうなんですね。実際はあれなんですか、まあ、そのいう環境で、まあ、あまりなかなかその馴染めな、日本人との接触はなかったというか、っていう環境だったんですね、じゃあ。あ、その和太鼓とか以外はあんまり。そうですね、和太鼓だって日本人とですよね。そうそう、そうですね。ね、そう、和太鼓の先生とか、その一緒に和太鼓してた、子たちの以外はあんまりなかったですね、子供の時は。そうなんですね。ちょっと。でも和太鼓面白かったですか？面白かった。まだたまに、まだ夏の時に呼ばれることもあります。はい、去年夏に祭りとかで叩いてました。うん。またイメージ違いますよね。そうですね。それはもうはなんかハッピーとか来て、はい、あ、そうそう、旅とか。あ、すごい本格的に。すごく楽しい。なんかすごくこう強く叩いてストレス発散、ストレス発散、物を叩くって、物を叩く、すごく気持ちいい、物や人間を叩く。一人の一緒にやった和太鼓をしてた人で、あんまりにも強く叩きすぎてバチがもう壊れ、何回も何回もすごく大きいのを叩いてたんですけど、それを何回も壊しちゃって、そうそう。よほどストレス溜まってた。ストレスが溜まってました。でも逆には太鼓の方は大丈夫だったんですか？はい、太鼓叩いてる方の太鼓の方は大丈夫。あ、大丈夫です。破けなかった。はい。さあ、そうなんです。すごい。はい。いや、というか実はね、はい、いただいた写真、まあ宣材写真ですよね。はい、ものすごく綺麗なドレッシーな感じの写真いただいて、それをまあ今回この番組の方でも告知させていただいたんですけども、今日来て。まあこういう なんつうんですか、まあある意味ラフな格好じゃないですか。そうです ね。いやだからこれてっきりリハーサルでその後着替えるのかなと思ったら、そのままで歌うみたいな。すいません。いやいやいや。でもね、いや今言った音楽的にはいろんなロックとか好きだってたんで、 あ、はい、なるほどみたいな。そうですね。ね、感じなんですね。ジャンルにとらわれず。ねえ。もうすごいですよね。素晴らしい。それもちょっとびっくりしちゃったなみたいな。なんか、はい、こういうなんかラフの服で歌うと一番なんか気持ちよくて、なんか自然な気持ちで歌えるんですね。なるほど、ね、もしまあ前はなんか ホテルとかでたまに演奏、結婚式とかで、あ、似合いそうですね。うん、でそういう時はまあなんかドレスとかそういう
ワンピースとか着てましたけど、はい、ライブの時はちょっとこういう服で、で歌ってます、はい、そうなんですね。あの2歳の頃からあのステージに立ちパフォーマンスをするとプロフィールに書いてあるんですけれども、なんかミュージカル、なんか歌でもうパフォーマンスをされて、はい、歌、そうですね、うち の, あの両親、あ、どうだろう、how do I say? What was it? Like,あのボランティアの、はい、まあ、ボランティア、あの老人ホームとか、はい、そういう、あのうちの両親がちょっとそういう、あの老人ホームとかそういうところに行って、まあ、あの、なんだろう、 like it's like volunteer ダンスみたいな、そうそうそう、クリスマスとかそういう時にパフォーマンス、そうなんですね、パフォーマンスしてました、子供の時、あの、ちっちゃい時から、はい、兄弟と一緒にそういう、そうなんですね。お、あのご兄弟さんがいらっしゃるんですか？7人兄弟すごい、ナオトも数、うん、大数、同じく7人、7人兄弟で、うん、ちなみにごめんなさい、お二人は何番目なんですか？3番目です。3番目、6番目、6番目結構あれなんですねじゃあ可愛がられたんじゃないですか？そうかそうだね大家族です。なかなかないですよね。そうですね、7人って聞かないですね、あんまり、まあね、うん、昔の、うん、昔ね、日本の家族はね、うん、多かったですけど ね、 そうですね、両親ちょっと変わってる変わってないや、なんですか、ね、少子化なのね、今の時代でこんだけね、大家族はいいですよ、本当に素晴らしい、楽しいですすごい楽しそうね、本当に。なんか2人でやられるときで、今までこうやって、まあ付き合い長いっていう言われてたんですけど、2人でなんかおもし、なんですか、あのここが変わっ、お互い変わってるなってとこって あったりとかするんですか？なんて言うんだろう、変わってる、うん、質問の、あ、ち、あのチェリスさんのこと見て、あ、この子変わってるとこあるなとか思ったことありますか？いや、もう変わり者同士ですからまあまあ確かに同類です、同類、うん、仲間がいるって感じですチェリッシュさんのここが面白いとかありますか？ここが面白い、なんか2人とも水亀座なんですよ。あ、そうなんだ、うん、なんか誕生日もすごく近くて、で、1月25、僕が27日なので、うん、もう、もう頭の中が脳みそが入ってるところが空洞それは病院行った方が水亀座に失礼なんじゃないですか？そういうことで水亀座に違う、あの英語で言うとエアヘッドで、ちょっとぼーっとしてるというか、まあ、そういうぼーっとしてるというか、ちょっとこう、なんだろう、夢の世界、なんかこう、なんか、うん、ファンとし、あ、なんだろう、ね、そう、なんかこういうとこ面白いなとかってよりも、うん、なんか違う、そう、一緒空間が一緒な感じしますよね、本当にね。2人だって僕ら入れなかったですもんね、さっきのリハーサルもね。そうですね、全然リハーサルいつまでやんだのみたいな、そうそうそう、ありましたけどもね。まあ、ナオトは最近彼女と2人でラブロッコリーの、活動しますからね、活動してるんですけど、はい、すごく可愛いです。なんか彼女と一緒にいるとすごく可愛い、またそこも空間があるんですね、ラブ空間があるんですね、ラブ空間ですよ、ぜひ見に来てください、もしよかったら、ね、ライブ、というね、もう時間があるのでちょうどいい告知をしていただければなと思ってるんですけども、はい、まずチェリスさんからの告知があれば。あ、はいはい、はい、あ、もうね、よいしょ、はい、いくでしょ、はい、あ、さっきのフライヤー、うん、すいません、あ、ちらです、私持ちます、あ、はい、5月の16日の月曜日ですね、はい、リアルディバーズ、六本木のリアルディバーズで、はい、演奏します。はい、なるほど、7時からオープンで、はい、はい、10時までですね、あの予定なんですね、はい、これおいくらで入れるんですかね？前売りのチケットだと2500円で、うん、はい、
当日が3000円です。3000円で、はい、当日3000円で。これはあれですか、なんかライブバーみたいバーみたいな感じなんですか、それとも普通のライブハウスなんですかね。あ、ライブバーですね。ライブバーなんですね、うん、あ、なるほど、うん、でその日直人も、直人とあ、はいはい、先ほどね、はい、おっしゃってましたもんね、はい、出る演奏しま、出れます。はい、なんでバンド名何でしたっけ、よかったら見に来てください、はい、ラブロッコリー、ラブロッコリーねねえ本当にぜひぜひあとあれですか、なんかチェリシさんのことあの調べたいっていう方はあのネットとかなんかあれですか、ブログとかやられてるんですか。あ、ブログはやってないんですけど、フェイスブックで、Facebook、はい、チェリシュライダーと、はい、検索すると、はい、あ、出てきますか、はい、あ、ね、ページがあります。ぜひぜひ、はい、ね、本当にものすごいかっこいい歌声だね、でしたから、皆さんね、すごい澄んだ声でドラマチックな、ね、本当に泣きそうでしたもんね。ありがとうございます。その今度は日本語の曲みたいなよろしくお願いします。今度はぜひよろしくお願いいたします、はい、楽しみにしてます、はい、で、はい、こちらの方もねちょっと告知というか、はい、まずかぼちゃんの方は何かありますか。あ、特にないです。あ、 あと、はい、直人、はい、30日、うん、そうですね、一番近いのが、はい、まあ、明日日本橋ゼックスで、はいはい、ちょっと近いじゃないですか、はい、ジャズ、バラードと違うバンドと一緒に、はい、出演します。なるほど。じゃ今月の、30日土曜日ですね、土曜日に赤坂でターキッシュキッチンっていうレストランがあるんですけど、そこを貸し切ってなんかライブでいろいろなすごいプロのアーティストライブバンドが出ますので、そこにもラブロッコリーも出ますので、よかったらぜひ来てください。はい、で5月はそうですね、16日リアルディバースで出演させていただきます。直人さんの方はなんかツイッターとかやられてるんですか。あ、はい、フェイスブックで、はい、ナオトゥーンズ、あ、ナオトゥーンズ、うん、NAOTUNES を検索してみてください。あ、YouTube チャンネルもありますの で、 あ、そうですね、ラブロッコリーも一つカバーソング上げてますので、よかったらぜひ見てみてください。ぜひこちらも検索してみてください。ありがとうございました。はいはい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。でですね、まあ、来週のもう、この時間はですね、実はあれなんですよね、6月25日にそうなんです、はい、行います、生誕祭というのが、そうですね、正式名称、はい、かわちゃん言ってください。はい、生誕祭 in 足立、東京がつきますよね、先に東京東京ここからですね。そうです、そうです、すみません、東京2016生誕祭 in 足立インターネット放送局 C ウェーブ3周年記念、総勢1000人が、あ、間違えました総勢100人が歌い、はい、踊るという、そうですね、はい、まあ、詳しくはこれから、今週の29日にですね、特別番組この C ウェーブで、放送されますけども、まあ、その時点でですね、まあ、特設ホームページの方も、アップされますので、詳しいところはぜひそれを見て、ね、会場の方にも遊びに来てください。とにかく本当に面白い、イベントとなってますので、よろしくお願いいたします。で、はい、まあ、そのね、特集的なものを来週ちょっとね、MC 陣でやりたいと思ってますので、はい、こちらもぜひ来週お楽しみにしていただければと思います。ね、あっという間の時間でしたもん、本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございます、ね、もう本当にもうちょっと喋りたかったんですけど、あともう 10秒ぐらいしかないので、はいはい、またね、ぜひ遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは、まあ、この番組ね、はい、この時間は、これで終了ということで、はい、はい、また来週、また来週、はい、お楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。